コロナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。そして明けまして改めておめでとうございます。一丁です。今日はなんですけど、お店で、撮影をやってますっていうのもですね、まあ明日から2020年初めての、コロナの営業が始まるんですけども、年末たくさんのね、アイテムをオンラインショップにまた記載させていただいたので、そちらをドドッと、今日はご紹介していこうと思います。ちょっとね、記載数がめちゃくちゃ多くてですね、1回じゃ多分紹介できないので2回に分けて、ご紹介していこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速ですね、オンラインに記載した商品ご紹介していきます。今回も、着画をもとにですね、ちょっとご紹介していきます。はい、ということでまず一つ目のコーディネート、こんな感じで組みました。一つ目がですね、このコーディネートの主役に使ったのが、カルバンクライン、こちらラフシモンズが、デザインしているラインのカルバンクラインの、モッツコートになります。こんな感じで、黒のコットン地のモッツコートとなっていて、丈感大体膝下ぐらいの丈感で、中が、中綿入りのライナーがついているので非常に防寒性が高い、アイテムとなっております。まあ、モッツコートに結構再現度も近いけど、比較的こうスタイリッシュにも、着られるようなデザインになっているので、かなり使いやすいモッツコートかなと思います。なかなかやっぱりミリタリーとかで黒のモッツコートってほとんど出てこないので、まあ、こういう黒のモッツコート探してる人はやっぱブランドもので、買うのがいいかなと思います。でこれ本当ライナーもね、中綿入りなのでかなり防寒性高いですし、比較的こう使いやすいデザインなんで、こちらはかなりおすすめかなと思います。お値段が 4万6000円となっております。でまあね、新種 20% オフでも買えるんで、こういう高いのはぜひ電子に買ってくださいということで、1つ目のアイテムご紹介しました。で他のアイテム売れちゃったんで、2つ目のコーディネートこんな感じで組みました。こちら主役に使ったのが、こちらのですね、ビビアンウエストウッドのビビアンウエストウッドマンか、マンのセットアップ、4万8000円となっております。普通のセットアップとはちょっと違ったトリッキーなデザインとなっていて、まあ、ボタンがここで止まる形になるので、ちょっとアシュメトリーなデザインになるようなセットアップになります。生地はこんな感じのチェック柄となっておりまして、まあなんかビビアンでは比較的シンプルなデザインのセットアップだけど、ちょっとやっぱボタンの位置とかで遊び心が加わってるような、デザインとなってます。そんなにすごいなんかトリッキーなデザインってわけでもないので、割と私服でも着やすいし、まあ成人式みたいの控えてる方とかでもこういうの着てても全然いいんじゃないかなと、思います。色も、まあ、春先でも全然着られるような、オールシーズン着られるような色味だし素材感なので、まあ、オールシーズン着ていっていただければなと思います。サイズ大体 M ぐらいかなって感じですね。まあ、セットアップお探しの方にはぜひおすすめです。それからインナーに使ってたニットが、こちらエディバウアーのモックネックのオレンジブラウンぐらいの色味のニットになります。こちらすごい、上質なウール素材使っていて、全然チクチクしないっていうところと、やっぱこのモックネックの、デザインに色味も、このくらいのオレンジブラウンの色味だとかなり、ね、インナーとして使いやすいので、かなりおすすめ度の高い、アイテムになってます。お値段が8000円となっております。よし、続いて3つ目のコーディネート、こんな感じです。主役に使ったのが、こちらカラービーコンの、モッツコートになります。こんな感じの、ボディはですね、結構薄手のこう、なんて言うんだろうね、こういう素材、まあ、リップストック素材のペラッてした、黒の光沢のある、ポリエステル素材を、ボディに使ったアイテムで、裏がこんな感じで、ボアになってるのでかなり防寒性が高いです。うん、一応このボアがライナー式になってるので、取り外して春先とかでも着ていただけるような、デザインになってます。うん、結構やっぱモッツコートの中では比較的トリッキーなデザインかなと思います。でフードワイヤーがついている感じでね、なんかこのフードの形も変化させられますし、まあ、普通のモッツコートよりもやっぱ光沢感があるんで、ちょっとモードな雰囲気で着ていただけるようなモッツコートとなると思います。でこのやっぱ
フードのとこのボアがね、またアクセントになってくれるので非常に面白いアイテムだと、思います。お値段が3万8000円となっております。モズコートやっぱ探してる人も多いんで、こちらかなりおすすめです。特に黒はなかなかないんでね。で次、このモズコートに合わせたパンツがこちら、伊勢三宅麺の、ニットパンツになります。形的には結構トリッキーな形でジョッパーズに入るのかな、形は、まあ、膝にこんな感じでね、こうちょっとパッドじゃないけどこういうデザインになっていて、膝下からこうキュッて、細身になったちょっとサルエルパンツのようなシルエットとなってます。まあ、こちらもちょっとスポーティーでモードな雰囲気で遊べるようなアイテムなんで、まあ、モードな着こなしのアクセントにすごい使いやすいニットパンツかなと思います。まあ、ニットなんで動きやすいですし、まあ、なんか落ち感も普通のパンツとはまた違った落ち感が出るので、こういうアイテムもなんか持っとくと、こう特にオールブラックのコーディネートなんかのアクセントに使うのにすごいいいかなと思います。でお値段が1万8500円となっております。はい、続いて4つ目のコーディネート、こんな感じで組みました。で主役に使ったのが、ヴィンテージのダナキャランのテーラードジャケットになります。こちらこんな感じの、何色っていうんだろうな、まあオリーブとちょっとブラウンの中間ぐらいの、色味となってます。で肩パッド入りのちょっとクラシカルなデザインのテーラードとなっていて、サイズ感も結構オーバーなサイズ感ですね。まあなんかこれも僕個人的に今年ちょっとクラシックでこういう男らしい雰囲気のアイテム好きなんで、なんかこうヴィンテージのダナキャランっていう、またちょっとこのダナキャランならではのこのヴィンテージのちょっと上質でエロい雰囲気がたまらないなと思って、買い付けたアイテムですね。こちらがお値段1万6500円となっております。結構ね、防寒性もウールでそれなりに高いんで、今の時期なんか着込んでいただければ着られるジャケットとなってます。はい、それからインナーで使ったのが、こちらのチェック柄の、パーカーになります。こちらがサノバチーズの、プロオーバーのチェックパーカーですね。で生地がこんな感じのチェック柄、まあ、千鳥格子かな、千鳥格子のチェック柄で、起毛したウール地になってます。まあ、1枚で本当着ていただいてもすごい可愛いデザインになってますし、まあ、なんかインナーでも使いやすいしってところで、今の時期のこうインナーにねもってこいなアイテムなんじゃないかなと思います。特にこういうね千鳥格子のなんかパーカーってなかなか探しても出てこないし、まあ、スウェットじゃなくてウールってとこでちょっと1枚で着ていても普通のスウェットパーカーとはまた違う雰囲気出してくれるんで、まあ、こういうパーカーも結構持ってるといろいろ使いやすいと思うので、おすすめです。お値段が1万6500円、サイズだいたいメンズの M から L 程度ぐらいだと思います。それからパンツ、合わせたのが、こちらフーワットのブラウンのワイドパンツになります。ちょっとだけ起毛してるぐらいのヤバジンのウールですね。これめちゃくちゃあのこうワイドなシルエットになってて、で丈が8分丈ぐらいの丈感なんで、ちょっとトリッキーなバランスで履けるような、パンツとなってます。まあ、こういうパンツも今年のなんかちょっと春ぐらいから僕、まあなんかもう冬か、もうなんなら今ぐらいから結構こういうドカンとしたワイドパンツ個人的にはすごいトレンドになってくるのかなと思っていて、なんかこういうパンツ今を履いてるとちょっと新鮮でかっこいいかなって思ってます。特にこういう八分丈くらい個人的には今いいかなっていう気がしてるんで、かなりおすすめ度の高いアイテムです。本当ね、普通のコーディネートでもやっぱりこういうパンツ合わせてあげるだけで結構あのスタイリング変化させられるので、こういうパンツぜひ1本持っておいてちょっと挑戦してもらえるといいかなと思います。お値段が2万2000円となっております。よし、じゃあ次5個目のコーディネート、こんな感じで見ました。5個目がですね、主役に使ったのがこちらの、総意の中綿入りのベストになります。まあ、なんか配色もすごいプレーンで、まあ、ベージュ、サンドベージュ、赤、黒っていう、配色で、まあ、中綿入りなんで防寒性もある程度あってっていうところで、まあ、これから冬からちょっと春に向けてですね、まあ、コートスタイルとかもちょっと飽き飽きしてしまうと思うので、こういうダウンベストみたいなアイテム持っとくとちょっとこう日々のスタイリングの変化で、使いやすいかなと思います。
なんかこういうコーディネートみたいにね、ちょっとジャケットとかの、上から合わせてもらっても、使えるので、まあ、こういうダウンベストもちょっと探している方なんかはぜひおすすめしたいと思っております。お値段1万1000円となっております。それからインナーに使ったのが、こちらの古着の、コーディロイジャケットになります。まあ、シャツとジャケットの中間ぐらいの、ジャケットになりますね。コーディロイはこんな感じでちょっと細胸の、コーディロイですね。で、身幅割と広めで、こんな感じの結構ワイドな丈感、ワイドな、シルエットで、着られるアイテムで、さすがに今の時期ちょっと1枚で使うのは寒いですけど、こんなスタイリングみたいな感じで、ダウンベストとか重ねていただくにはちょうどいいかなっていう感じのアイテムになります。こういう本当シャツとしてもジャケットとしても、使えるアイテムなんで、こういうアイテム持っとくと春とか秋とかね、ちょっと中途半端な時期にかなり便利だし、冬場もインナーとして全然上からコートとか羽織っていただいて使えるので、こういうアイテム持っとくとすごい便利だと思います。で、お値段が9000円となっております。それからこちらのコーディネートに合わせたパンツがこちらの、マルニのワインレッドっていうのかな、エンジっていうのかな、そんくらいの、くすんだ赤の色味の、パンツです。結構ね、細身でテーパード効いていて綺麗なシルエットが出るようなパンツです。だいたいメンズのね、 S から M ぐらいだと、思ってください。こういう色味のパンツも結構黒の着こなしのちょっと差しに、アクセントになってくれますし、ほんとシルエットも綺麗なんでね、なんかこう黒のコートとか中心で着てる人なんかは、やっぱりこの1月過ぎぐらいからだんだんオールブラックのね、スタイリングってどうしてもちょっと冬っぽすぎて、なんか重たいなっていう気分になってくるんで、そういう人なんかはちょっとパンツでこういう色さしてあげると、なんかこう全身真っ黒よりはこう明るさみたいなものが出せるんで、こういうパンツ持っておいていただくとすごい便利かなと思います。で、お値段が1万8000円となっております。はい、じゃあ次、6つ目のコーディネート、こんな感じで、組みました。こちらがですね、主役に使ったのが、カラーのショールカラーのグラボアのジャケットになります。ボディが、ブラウンのコットン地で、ボアがこのグレー、ちょっとブルーグレーぐらいの色味の、ボアを使用したジャケットになってます。で、ショールカラーでこのね、ポケットの部分もちょっとこういう感じでボアがアクセントになったデザインで、非常にかっこいいです。なんかちょっとね、一番上のアウターとして使うには若干寒いかなって気はするんですけど、寒がりじゃない人だったらこれ1枚でも冬場越せんのかな。けどかなりデザイン的にはかっこいいんですけど、サイズがちょっと小さめでメンズの S ぐらいの、サイズ感になりますので、ちょっと小柄な方だったり痩せ型の人に、おすすめ、もしくは女性の方が着ていただいてもいいと思います。こちらちょっとサイズがちっちゃめなので、お値段も1万6500円と、お安くなっておりますので、ぜひ気になる方は、ご購入ください。それからインナーで使ったのがですね、こちらのニットになります。サノバチーズの、フリンジの、ボーダーニットですね。素材はウールです。こんな感じでボーダーがアクセントになっていて、裾はフリンジ でフリンジもこう白とネイビーのちょっと、2色でできているようなデザインになります。こういうアイテムもちょっとインナーでね、使ってあげるとなんかコーディネートのいいアクセントになってくれるし、1枚で着ていても普通のニットとはまた違った雰囲気出してくれるんで、こういうニットも、持っていていいのかなと思います。お値段が1万500円、サイズこれもちょっとちっちゃめでメンズの S から M 程度ぐらいだと、思っていただければと思います。よし、それから今日これで最後にしようかな。こちら、ブラウンのブラウンベージュぐらいの、色味のこちらパンツ、マルニのパンツになります。こちらもね、シルエット非常に綺麗ですし、生地感もウールのギャバジンですごいいい生地感となっております。こういうパンツの色味もやっぱ黒のアクセントとかにも使えるし、アースカラーのアウターとかに合わせるにもすごい便利なので、1本持っておくとすごいいいかなって思うパンツです。こちらお値段2万円となっております。はい、こんな感じでですね、今日は
まあ、10何点ぐらい、アイテムご紹介させていただきました。で明日からいよいよ、本当に新春の、ことなのセールが始まります。一応店舗ではですね、1点買っていただくと 10% オフ、2点買っていただくと 15% オフ、3点買っていただくと 20% オフって形の、まとめ買いセールと、それからですね、お店がこう営業始まってから、先着で3名様には、20% オフでお買い物をいただける、まあ、早割の、セールとですね、それからあとあその早割に関してはもう2点買っていただいても3点買っていただいても、20% オフとなりますのでご了承ください。なのでちょっと早めの、時間に来てもう早めに、一応お店に入った時間じゃなくて、会計をした、先にね3名様に、割引をさせていただくのでぜひ早めに来て、まあそんな早く商品選ばなくてもいいけど、まあ、なるべく早めに、来店いただいてご購入いただければと思っております。それからあと、3つ目のセールが、お年玉セールっていうのをやっていて、お会計金額が5000円ごとに、500円オフの、割引券をお渡しいたします。なんで1万円買ったら、1000円オフの割引券、2万円買ったら2000オフの割引券、2万5000円買ったら2500円分の割引券って形で、5000円ごとに、10% オフ分の、割引券をお渡しいたしますので、で一応3月中旬頃まで、有効期限とさせていただくような割引券なので、まあそちらもあのまたコロナでお買い物する際にお使いいただけるので、本当この3つの、セールをね、組み合わせて同時にやりますので、かなり年商お買い得にお買い物できると思います。それから一応オンラインショップでもですね、毎日先着3名様に 20% オフのクーポンを発行しております。で初日は1月2日の0時から、2日目は1月3日の0時からという形で0時を一応切り替えて3名様に20% オフのクーポン、お使いできるようにいたします。でクーポンコードが、コドナ2020かっていうクーポンコードを使ってもらうと 20% オフで買えるので、まあ、かなりあのお買い得にお買い物いただけると思いますので、まあ、店舗だけじゃなくて、オンラインでもぜひ、お買い物いただければと、思っております。であとあの新商品もねどんどんまたオンラインショップに、まあ、日が経つごとに、記載していくと思うので、オンラインショップも常にチェックしていただければと思います。まあ、初日、2日目ぐらいまでは忙しそうなんで、あんまりオンラインショップに記載できるね、時間が取れるかどうかわかんないんですけど、まあ、あの、オンラインショップにもなるべくこう、早く、新商品記載していきたいと思っております。ちなみに新商品今日紹介してないものでもあと2、30点ぐらい、店頭に入荷しておりますので、まあ、ぜひね、まあ、まずは店頭に来れる方は、店頭に来てチェックしていただければと思っております。そんな感じで、1回目の商品紹介はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次また、まあ、半日後くらいに、2本目の動画も出せたらなと思っておりますので、よければそちらもチェックしてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いつでした。